海部観光株式会社は、徳島県天郡南町に本社を置く、貸切バス、高速路線バス事業者、旅行会社である。コーポレートスローガンとして、徳島の先頭を走り続けたいを掲げている。徳島県バス協会会員、社団法人全国旅行業協会制会員。高速バス、マイエクスプレス1996年6月5日。 当時バス運転手として働いていた内山昇が会社を創業し、同年7月10日付で旅行業登録を受け、旅行会社として事業を開始したという比較的新しい事業者である。当初は有限会社として創業され、後に株式会社に改祖された。その名残で、現在でも運行する高速ツアーバスや観光バスの集合、待機所等の看板に、 海府観光有限会社と表記したものが見られる。その後は1998年2月10日付で一般貸切旅客自動車運送事業の認可を取得、貸切バス事業を開始した。阪急交通車主催ツアー専用のバスを所有、運行している。当初は観光ツアー向けの貸切バス運行のみを手がけていたが、2006年10月にナン 徳島東京便の運行を開始したのを皮切りに高速ツアーバスに参入した。東京徳島間のツアーバスは日によっては途中で大阪に停車する便もあったため東京大阪間の利用者も多かった。トイレ付きの3列独立シートを採用している東京大阪間のツアーバスでは料金が比較的安めに設定されていた。 2011年4月27日に2列12席の全席個室タイプの車両、マイフローラを、さらに2012年4月1日からは3列独立21席で、マイフローラと同様な大型化粧室を備えた車両、マイリピートを東京徳島便に就航させるなど、車両施策の面でも主力路線である東京徳島便を中心に特徴的な施策を取っている。 中でもフラッグシップ車両のマイフローラは2列12席全席完全個室タイプという座席配置のほか各座席に地上デジタル放送や BS デジタル放送を楽しめる小型液晶テレビを設置し桜交通がロータリーエアーサービスから継承したキラキラ号に匹敵する広さの大型トイレを採用するなど非常に豪華な装備となっているカーペットが敷かれた車内は 土足禁止とされ、乗客は乗車時に専用の上履きに履き替える。また、車両の装備を豪華にするだけではなく、乗客を疲れさせないため、揺れない、繊細な運転ができるよう、運転手も靴を脱いで運転するという珍しい方針をとっている。新人運転手は研修でこの揺れない運転の訓練を受け、4人の指導員が合格を出せば、読者となるが、 厳しい研修に合格するまで1年以上かかる者も,もいるという。ちなみに道路交通法では運転中の履物に関する規定はあるが、履物を脱いで運転することについての規定はない。2013年7月30日に一般乗り合い旅客自動車運送事業の認可を取得、新高速乗り合いバス制度施行と同時に高速乗り合いバスに移行した。その後は、 マイエクスプレスのブランド名を用い、徳島東京便以外にも徳島大阪、神戸便を設定、運行するなど、運行路線を拡大している。2017年3月には、徳島駅前営業所構内に、徳島県内では、初となるバス停車台が完成し、狭い敷地内でも大型バスが安全に、回転できるようになった。これは掘削中のトンネル内で、 大型車両の向きを変えるために使用する特殊な転車台を設置したもの。同社ではお客様にも楽しんでほしいとしており、2017年3月9日付、毎日新聞地方版では、バスの転車台は珍しく、バスファンの間で話題になりそうだと報道された。阿南室の峰町の海部観光、阿南営業所と東京地区を結ぶ。 バスの種類別に1日最大3往復運行される。京王電鉄バスの高速バス予約サイト、highwaybus.com での予約が可能。以前は一部の便が大阪、神戸を経由していたが、2017年1月より停車を取りやめている。走行距離が 700km を超えるため、乗務員は2人体制をとっている。また、途中にから3カ所のパーキングエリア。 サービスエリアを経由し、休憩を取る工程となっている。海府観光、阿南営業所から、大阪の中心部である梅田を経由し、大阪国際空港までを結ぶ。途中、神戸淡路鳴門自動車道、室津パーキングエリアにて休憩を取る。1日8往復運行されている。うち1往復は3の宮4往復は南波を経由する。 神戸への運行は休止と再開を繰り返している。海部観光徳島営業所から大阪の中心部である梅田を経由し、大阪国際空港までを結ぶ。途中、神戸淡路鳴門自動車道、室津パーキングエリアにて休憩を取る。1日3往復運行されている。うち1往復は難波を経由する。徳島始発2018年6月14日、開設。 藍住町、パルス藍住から梅田を経由し、大阪国際空港までを結ぶ。途中、神戸淡路ナルト自動車道、室津パーキングエリアにて休憩を取る。1日3往復運行されている。うち1往復は、三宮ノミ1.5往復は、南波を経由する。2019年3月1日開設。徳島と京都駅の間を1往復運行する。途中、 神戸淡路鳴門自動車道、室津パーキングエリアにて休憩をとる。2018年6月14日開設。徳島県内関西地区東京地区。ありがとうございます。